どうも、テラクです。これ、サブアカミンゴルやっていきたいと思います。これ。なんか、視聴していただいた方からコメントをいただきまして、こちらですね、CS クラブというもの。こっちか。のフルスイングは今、プラ1なんですけど、これをですね、とりあえずスキルポイントを10まで上げたいと。今0ポイントなんで、だからその必要な運を集めれば10ポイントまでいくと。で、その必要な運が何、どうやったら集まるかと。まあ同じクラブを引き当てればいいんですが、そっちは多分無理筋なので、こちらのですね、運アップアイテム。まあ今回で言うと、この、ね、一つもないじゃん。クラブ一つもない。運アップアイテムのクラブっていう、このアイテムですね。こちらをつければいい。で、その運アップアイテムを手に入れるには、この MGC ですね。MGC に参加して2500円以内、取ればもらえるよと。というコメントをいただきまして、じゃあ参加しようってなった時には、 MGC はですね、ランクが50じゃないと参加できないと、というふうに、まあ堂々巡りと。そして、ランクが今いくつかというと38、あと12ですね。あと12ランクが上がれば MGC に参加できると。ということで、今からできるだけできるだけランク上げようかなと思います。よーし、まあまあ不可能じゃないはず。ここか、やだな。飛ばないもんな。この程度だもんね。だら、霊峰か。相手無理でしょう、そこからは。お、ガサってない、すご。やるやん。これは同じようにやった方がいいかな。1右かな。で、宿に行くかな。まあ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 、いいっしょ。宿にでぴったり。OK。どう？これ勝ちでしょう。勝ったと思う。よし、OK。レベル50にする作業。まあフルスイングないとちょっと戦えないところがあるんで、やっていった方がいい。サバンナパンターノですか。よし、
フルスイングギアは持っておいた方がいい。で、2か。あんまり信用してないんだよね。これで弱め。これで弱め。OK。相手は自分よりも飛ばすか。頼むぞ。ってことは参考ショットは見れない。よし。うん。このまま打ってもいいけど、まあこれぐらいかな。で2回。で、1.3 上、坂になってんだよね。まあ、強めに打ってもいいけど、まあ、ぴったりでいいか。OK。いける?うん。ちょっと甘かったね。やっぱり角度があったから。やば。負けた。いけるか。よし。スコクラやりましょう。よーし。一発か。霊砲かな。6.6 した。まあぴったりでいいかな。OK。100点。うん。これは勝ったっしょ。挑戦者5倍、ユミ。行こうか。プロか雨か。あ、遠いのは助かる。相手がどう出てくるかですけど、とりあえず打つしかないよね。ここは宿二の方がいいか。多分この雨だと全然届かないと思うんだよね。場所ここでいいかな。うわ、ギリギリ。危な。全然届いてない。取りショー。相手もここは苦戦するんじゃないだろうか。
これ超えてくる？ショット打つ。あーそうか、242。242ね。でもこれ全然いいよね、全然いいよねこれ。5で打っちゃいいかな。5で打てば入るか。宿に回下で、こうだと思うんだよな。いや、あこんな感じですか。よし行こう。うまくいかず、で雨分が、あ雨分これ、うまくいった。どう？まあよし、まあよし、まあよし。これ勝ったでしょ。え？どう？どう？勝ってない？やばい？ 2730 対、あーこれ決めなきゃ負けか。マジでもう嫌だな。ここだね。間違いない。これでいい。んで、こんぐらいかな。どう？あ！負けた。もうちょい強めだったか。これわかんねえ。うわーもう悔しいわ。はい、ちょっと一個レベル上げて終わりにしようか。よーし。なあやる気がなくなる。よーし。まあいい、まあいい、大丈夫。このまま無風にすか。霊砲317。これ飛ばせばよかったかな。76.6。いやこのパターン12で123で 5.1 上、ちょい強めで打てばいいよね。オッケー。どう？これは勝ったかな。よし。勝ったっしょ。よし。いいね。ランクが1個上がりました。
結構早いかな、やっぱ。もうちょっとやろう。よーし。いけるいける。バツイチじゃないか。届かない。うん。00かな、そしたら。こっちか。ここでいいかな。ちょっと心配、この辺っすか。うん、オッケー。はい。それ。相手が先武士道をぴったり。うん、ぴったりでいいね。これだ。じゃあまあ02でぴったり。入る可能性もある。強めでよかったか。イエイイエイ。くそ。まあ今がチャンスだね。レベルを上げるには今がチャンス。よーし。で2。でいいでしょう。相手の方がか、一個右で、で2回で 27.2 した。これだと届かないんで、雨分はこれかな。もうちょい強めかな。これぐらいかな。結構強めに打っといた方がいいような気がする。これぐらい、これぐらいだと。OK。なんでそうなった。まだわからない。霊峰ある。霊峰あるね。来た。もうちょい強めか。これ負けた。負けたね。負けだね。よし。
しよし。一発勝負で2回で7点にしたんだけど、状況はこんな感じか。1個右にしてで、まあぴったりでいいぐらいだけど、いいよね、ぴったりで打つか、全力で打とう。弱め。これは。そうだ。決めなくても勝ち。2倍ドバイ、よーし、2倍ドバイ、よーし。うわー、まあでも得意分野でしょう。祝砲2回を使って決めればいいだけだもんね。192ありだけどな、まあいっか。うん、もうこれはぴったりで打てばいいだけ。OK! まあよし。まあよし。ああ、そう。そうなる。相手も祝二回持ちで。よし。マジ負けじゃん。まあ、これ決めてなんとかするか。よし、はい、負けました。一発いけますね、一発いけるね。えで2回で、ぴったりでいいと思う。 OK、 まあよし、いける。1405、もうこれ勝ちですね。こうでこう。どう？あれ？くそ。強すぎた。よし。よっ。いい感じ。まあ勝ちですね。
2倍、ノーザーズ。これはね、1回やった。場所が違うな。極寒ではない。よし、オッケー。わかった。宿二回で、222で、ぴったり。わー、またか。まあ、しゃあない。いける?なんとかなるかな。210か。これは外すでしょう。どう?ここは勝ちだ。よかった。ここかな。うん、オッケー。いえい。いえい。はい。はい、ミンゴルファーランク40を達成。うん、あと10、あと10上げていこう。よーし。宿に、これ届かないんだな。それまずい。そろそろちょっとギアも強くしないとダメだ。あれです。トレーニングしないとダメ。相手が先で何もないで弱めに打つ。うん、見てない。で2回でぴったりでいいよね。もうちょい強めか。よし。はい。買っていく。よし。トグラやっていきましょう。一発勝負で、で2回。こんぐらいかな。オッケー。いける。ローズライジングショット。そうだ。そうだ。はい、もう決めていこう。
どう？イエイ！くそ！ちょっとトレーニング。能力ボール生成。これ3か。3がハマってるのか。3にするか、そしたら。はい、トウグラ行きましょう。他にないかな、パワーアップ。ケイガの遺体、あ、ちょっと待ってよ。ガチャやってなかった。そういえばガチャやろう。いいアイテムが手に入るかもしれない。天使の翼。ドットキノコベレー帽。へそ出しポロシャツやったぜ。クマヘッド。いらない。これでどうかなと。ケイガの至りは全パラ3パーアップ、最大15パーか。うん、3年目の夏はこんな感じ。プリンセスドレスがセカンドアニバーサリーがプラ8か。霊宝が2についてる。この中で言うとケイガの遺体どっちかですね。でヘッドが猛暑得意なんだよな。まあパッと見キャラ付けとしてありだからつけてるんですけど、うんうん、本領アッキーがプラ2ないんだもんな。クマヘッドはありか。フライヤーセーブ、うんだね。うん、うん、別にこれでいい。トップスライジングショットプラゴ。来所いいな。今来所がですね、だからこれありだ。ファイヤーダンス、ハワイ超得意。ファイヤーダンス、インパクト50アップ。あ、これありやな。そ、あ、ハワイか。条件ハワイだからいらない。ストームマインド。あ、嵐か。なるほどね。キャットプリント T シャツ。いつ手に入れた？セカンドアニバーサリープラ8。でか。でかいけど。
むずいな、ここの選択。ボトムス次第。なんかいいのあるかな。ちょっと能力値が低いのでウェアで補おうというそういう魂胆なんですけど、ないか。これ以上ないか。雪得意にするのがまあ流れとしてはありか。そしたらどうしようかな。セカンドアニバーサリープラ8だもんね、ここ。チョーパーモード付き、これかな。でヘッドはセカンドアニバーサリーヘッドがないからしょうがない。トップスボトムスはそのまま。グローブはKG 超得意。キングスガーデンか。これ雪仕様がねすごくできる。雪仕様にするのはできる。シューズないか。いいのないか。シューズこれか。セカサードアニバーサリー T プラゴ。巨神単回があるけど、伸縮時のたしなみは揃ってないね。揃ってない揃ってない。あった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 。アニバーサリープラ3。これでああ違うか、ただのアニバーサリーなのか。なんすかそれ。他アクセサリー、アクセサリーでなんとかする。なんもないね。まあちょっとやってみたけどこんな感じか。セカンドアニバーサリーが8、セカンドアニバーサリーが8。全パラ5%。ちなみにこっちはケイガのイタリは全パラ3%。育成ボードプラスギア、プラスギア。こっちはまあこっちだね。で、アニバーサリープラス3は関係ないから
じゃないやつがいい。メサードアニバーサリーティー。全パラ5パーアップ。ティーショットが条件。だから、これにした方がいい。これで少しは使えるようになったと思う。うん。今持ち。よっしゃ。じゃあ、これでちょっとまたランクマッチやっていきましょう。175。例2回で これは宿2回の方がいいかも。ぴったりでいいかな。かなり期待してる。うん。ダメか。よくてよ。これ勝ったし。よくてよ。あ、入るから。よし。いえい。いえい。もう。2倍でファラオ。よーし。よーし。ここは飛ばした方がいいかな。相手のショットを見た方がいい。ここは飛ばして相手のショットを見る。オッケー。203ヤードで高さ 17.9。 風もあるんだよね。うん。高さが 8.6 で2回。このぐらいにしとっか。で、4ヤード上か。まあ4ヤード強く打ってもいい。いい。大丈夫。よし。ダメか。4ヤード強く打ったらダメだ。ぴったりでいいのか。ただまあ負けることはないでしょう。こんぐらい？よし。オッケー。いえい。いえい。経験値がうまいかどうか。うまいかな。
はい。ファラオ行きましょう。よーし。ビギナーホール8。行くか。これ自分がいつもやってるところですね。宿に。風見ようか。まあ、このまま打ってもいいかな。ぴったりでいいか。ああ、もうちょい強めか。例に。そうだ。相手が先。頼むぞ。負けた。3倍プロか。雨か。雨か。なるほど。宿2回でこれも全力で打っていいよね。20ヤード上。届かないと。でもまあまあいいでしょう。相手は届かないよね。チョーパー届かない、届かない。負ける、負ける。これ決めても決められるかわかんない。どう？よし、ナイス。だけど負ける。どうだ？回さないとダメか。これ回せば勝つ。よし。これ回せば勝つ。回せば。あー負けましたと。よし。4-3-2。ここは宿2回。ラフ。相手が先。届かない。ほぼ勝ち。1、2、3、4。
で2回このぐらいにして、でまあぴったりでいい。よし、あとランク9、あと9ランク。1倍勝った。まあエミリアだったら負けないでしょ。このぐらい、この辺のやつで打つか、この辺で打つか、して下で、で2回でぴったりでいい。オッケー。くそ、ブレる、ブレが最悪、ブレるのが最悪。あぶねえ。あぶねえ。負けちゃう。ここ決められなくても勝ち。よし。いえい。いえい。で2回で、この辺にしとっかな、この辺にしとっか、であと打つだけ。これいいね。もうちょい手前に落とした方がいいな。 7.2 はそんな感じか。 7.2 した晴れの場合は1メーターぐらい後ろに下がる。うえー負けた。そんなんつけんじゃねえよ。はい、2か。どうすかな。宿2回よりか宿2か。うわ。やべえ。高さ 5.2。 そのパワー。
パワーは OK。1,2,3 で、で2回で、パワー、これがセミラフ分で、これが高さ分 4m、うん、悪くない。 OK、 いける。これ前回対戦したどんな内容だったかな。対戦してないな。で祝砲2か。こっちのが飛ぶんだよね。そうなる。どうだ。今同じか、付け勝負か。で、祝砲2回にして、1、2。この間ぐらいなんだよな。はい。で、フェアウェイだからこれぐらいか。ダメか、1.1m。なんか買ったらしい。はい。これは祝2回 10.3 下。これ 10.3 下ぴったりでいいよね。ちょっと弱めか、これぐらいか。余裕いける。うん、もう勝ち、もう勝ちよ。あれ、ドローか。ドロー、マジ、くそ。マジ、ちょっと、ドローかい。ジャストショットしてないからな。それが問題なんだよ。しょうがない。いけるいける。
こか。これ届かないのかな。もうちょっとなんだね。あ、いやじゃあ届くか、届くか、届きます。はい、もうこれかなりの確率で勝てるでしょう。で相手のショットが武士道を 0.4 ぴったり、武士道 0.4 ぴったりで、まあ悪くないと。これだ。1,2,3,4 かな。でつけた方がいいかな。もう勝ちでしょ。で 0.8 上でぴったりでいい。もうちょい強めだ。で勝ちと。くそ。42になった。ピアフィールドプロ。これでもダメなんだろうな、多分。これでよし。いやーダメなの。くっそー。あー負けだ。うわー最悪、もうダメ、もうダメ。首の皮一枚。頑張った方。で負けと。よし。いいね。ここは届くんだよね。よし、いい。ここはいい。大体もう勝てる。勝てるようになってる、ここは。亀翔。
試しわざとの可能性ある。二人いいわね。うんうん、悪くない。で、で二階の1右2でもいいかな。で、ぴったりでいい。ちょい強め。OK。うん。まあ勝つでしょう。ここは超低反発で、弱め。 OK。 どう？それでこれだもんな。しょうがないわ。低反発、相手も低反発。ただこれ勝ちでしょう。当然。どう？うまし。うまし。まあ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 。まあ、よし。まあ負ける要素ないから大丈夫。よし。オッケー。負けた。あれあれあれ負けた。嘘。やめてくれ。なんで負けたかわかんねえ。よし。スコア見てないんだな。宿に宿に宿にの方がいいか。336に対して326。この辺ラフからの、これは届かんでしょう。んで、もう宿にでいいかな。で、右一かな。ぴったりでいい。左一か。いける？いける？はい、じゃあ勝ちましょう。OK。イエイ！イエイ！はあ。スコクラ。よし。よし。届く届かない。多分ダメだな。いや、いけるか。いけるか。ちょっと頑張ってみっか。346。多分大丈夫だと思うんだよね。
いけるでしょ、いけるでしょ。302。相手は難しい。間通す、通されない、許されなかった。1,2,3,4,5,6 で、まあこれはこうだね。で、いいよね。OK。5でよかったかな。6はやりすぎか。あんまり良くなかった。まあ勝ったでしょ。このまま打ってもいいけど、多分これが正解だと思う。全力で話すのはありか、足りないと思う。いける。うわ、よかった。一回勝ちと。僕ら。よし。勝ち位置。12.1 した。あ、これ普通に打った方がいいか。普通に打った方が美味しいはず。いやー、負けたか。うわ、負けた、負けた。くそ、マジで。もうよし。トグラ。よし。まあ霊峰、霊峰ですね。強め。よし。風も乗ってるから強めに打つとアウトになる。で、2回微妙に右なんだよな。ビッてやって、ビビッピッてやって、これがジャストぴったり。 OK。いける。そこ。よ、よし。
ビギナー4。いけるいける。うん、ね、駆逐2で、もうこの時点でもうほぼ勝ち。いや負けか、はい、ん、負けはない。相手の方が飛ばしていることもない。一富士、うん、弱め打ち。今ので風を知ったか。ゲロリ 1.3倍。まあだから 1.3 倍打つしかなくて、1個、こんぐらいで、ぴったりでいっか。これはダメだ、負けたよ。よし、よっと。それ、楽勝。霊峰霊峰、どう、え、どう、1,2,3 で、2回。いける？で、これ決めて勝ちと。うん、レベルランク43。よし、あと7レベル。2倍。カフカンの4。あそこか。これはね、これもう勝ちパターンはもう見えてるから。 1.3 倍はない。よし、まあないんだけど、相手が先に打つことになる。今技見せてきた？46。弱め。これは勝ちでしょう。宿にあれ2回だ。で、1。になんだけど、このぐらいにしよっか。で 6.1 した。ぴったり。
ケー。うん。思った場所に行かないんだな。決めて勝ちと。あー、やべえ、やっちまった。ここはもう諦め、もう超えられないんだから。宿にして、この辺こうだね。うわーかー、もう相手が先。そっから狙えるんだ。へえ、これだ。1で、デフォを打つしかない。20でいけるかっていう話で、 1.620 でいけるか、これでいいと思う。どう？足りてないか。足りてない。よし。負け。負け負け。それ。楽勝。飛ばすか。相手は336出ない。ただチャンス無風なのが気になる。ラフじゃあ勝ち、ラフなら勝ち。で、で2回で11で打ってみようかな。いや12これでいいや。どう？微調整。3かな。3。よし。よし。オッケー。
カフ4か、ビーナ4。ドバイ、オーラグ、ビーナ2。よーし！よーし！レー2階の 4.9 上。ただぴったりでいい。ぴったりでいいけど上にして。まあまあ、大丈夫っしょ。よし、絶対勝つ。勝ちました。ビギナーホール級。微妙だね。これは0、2回か。ここに打つ。いける？次のショットが大事。なるほど。まあそうだね、つければ勝ちだからもうつけるか。 0.6、 まあぴったり。ホール1。さて、一発。0-2、これでいいんじゃない？で、ちょっとね、弱め。これぐらい。OK。いやー、ダメか。弱すぎたか。なかなかだ。2000。よし、勝った。よかった。OK。なんと。3倍、5倍、プロ、雨、
雨というか砂ぼこりだな。弱砂ぼこり弱、まあ、どうせ負けるんだよ、分かってんだよ。少し雨か。 OK 最低限はした。あとは知らん。もうブレはしょうがない。どうせ負けるんだよ。どう？あ、最初の一打でブレてたらもうしょうがない、勝てない、そんなん勝てない、勝つようにできてない。よし、レーニ法で、ぴったりか、いいね。そしたらちょっと走らせるか。ツイストドライブ。で2回 5.3、 ちょっと弱めでもいいけど坂になってはいない。弱め弱め、これ絶対弱め。いける、ブレがやばい、ブレが。ブレだけはどうしようもない。負けました。これがいいんだっけ、これがいいんだっけ。
相手の方が飛ばす。相手の方が飛ばす。あら。んで、1、2、3、4、5下。で、2回で、本当はこれ打ちたいんだな。2チャチ。まずいよね、これ。まあ、打つか。17.7。全力打っぱ？まあまあ、まあまあ、うん。当たる。よし、勝ち。どう？あら。いや、まっすぐでいいのか。これでいい。どう？ああ、やっべ。やっべ。いや、ダメだ。いける？うわ。よかった、外してくれた。相手パーで自分もパー。オッケー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 。なんとかなった。罰か。いや違うな。宿にで、ここでいいよね。ここか、ここか。うわ、やめてくれ。1、2、3、4で2回で、これぐらいかな。いける。負けじゃん。45までして一回終わります。うん、疲れた。よーし。ここは こうしといた方がいいか。でもちゃんと狙えるところで狙いたい。これでいい。勝った。届かないからね。
いける？じゃあもうつければいいから、宿に 2.1 か。じゃあいや、で認証で、普通に OK。 どう？で勝ちと。これが最後の勝負か。これで最後だと思います。レベル、まあ普通に打つか。例に、まあいいんじゃない？いいんじゃない？行くか。ぴったりでいいか。 6.1 した。これで40レベル、ランク45と。よっと。いえ。はい。ランク45達成しました。報酬受け取る。うん。じゃあ一旦終わりますか。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のサブアカミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。